しゃぶ。今日は夕飯はしゃぶしゃぶと焼肉とあとねトッポギ。キムチ。キムチ。何を捨てて？え？あとチャミスル。今日韓国フェアです。韓国カンドラフェア。さっきミーがハマってて。影響された。あ、それもこれジジがね韓国マイク買ってきて。え、結構。レイボーチャンネル。乾杯。はい、まあ、運動会頑張ったから乾杯。はい、リーも今日部活頑張りました。怖いな。毒じゃないよね。でも韓国の人ってこうやってさ向いてさ一気飲みすんだよ。あ、飲みやすい。日本酒のね10分の1ぐらいの感じ。おー、じゃあすっきり。全然すっきり。多分韓国のこの辛いのとかに合うんだと思う。あ、これですね。うん、いや、それね。まずこれ。うん、最初のどうかなと思ってさ。え、食べていいよ。うん、どうぞ。何も食べない。あ、そうだよね。今焼くから待っててね。どうですか。うまい。韓国フェア、いい。これにこうなんだと思うよ。うわ、キム味噌になれんじゃない。おお、白だし味か。白だし、鮭かまぼし。リオさんの大好物。開けてください。ヤジ、開けるよ。うわわんすぎ。あ、湯気がよく見えないけど。今日 ね、美味しい味だし。三つ葉が売ってなかったの。ね、三つ葉売ってないやん。今日はちょっと仕入れてませんって言われて。毛が入ってた。大丈夫、知ってる人のためだけど。よいしょ。おいにょ。それ、豚バラね。今日吹きこぼれてなさそうだな。ちゃんと分量見たから。いる。いつも吹きこぼれてる。最近吹きこぼれんだ。水の切りが甘くて。一回油取る感じ。うん。肉が入ってた。箸の持ち方がおかしいです。ダンスみたい。うまい、かまぼし。こうやってちまちまするぐらいで最近はちょうどいいな。どこに箸を置く？あそこでいいよ。あ、ミーに入れてもらえないご飯。入れたの。ほぐれてるところ、うん、また食べれたらだ。はい、ハマってるようだね、チャビするんで。明日オフだから調子こいてる。銀の箸使って明日起きないよ、私。え、それはライブだって休みじゃん。ベッドはなし。明日まあ、親父が起きる。朝ごはんは米炊いて、ふりかけご飯かな。何するの？リオからさっき教わったやつ。ああ。こう。ちゃんと？それか、こうやってちゃんと合わせるのか、こうか。手のひらを合わせて。手相を合わせる。手相を合わせて。手相を合わせるんだって。何それ？手にシワあるでしょ。ああ、これ、手って書いてあるやつ。合わせて、しっかりといただきますと、そう、ごちそうさまでした言うと成仏されるなって。成仏じゃない。えちゃんと思いが伝わるやり方なんでしょ。ああ、食事に対してね。そう、習ってきたんだって。食事に対して。いや、ありがとうとか、いろんなことに対して、命に対してとか、うん、食事だけじゃないんでしょ、うん、全般ね。いろんな手合わせるときはお参りするときとかもそうってことじゃない。ああ、そうだね、うん、適当にパチンって合わせる。適当にパチンってやって家族健康で入れますように。じゃダメってことで、うん、すごいな。じゃあ早く飯食いたすぎてこうやってこういう人はダメってことだ。全然思いつかない。ダメじゃないけど
そうやった方が気持ちがこもるやり方。本来はそういうやり方。けど、うちらはそんなよくわかんないから、手合わせてさ、パチンってやるだけでしょ。リオが修学旅行で習っ て、ね、あ、それ習ってきたのか。そう。ああ、修学旅行で。いいことな。どこで習ってきたの？薬師寺。それだけでも、いい修学旅行だったね。ちゃんと、勉強してきた。うん。それはいいことだ。楽しむだけじゃないからね、そうそうそう、修学旅行ちゃんと勉強もするから。勉強の一環としていくんだ。ルボ終わり？うん。うん。あとこっち焼くの終わったらマシュマロしよう。ね、じゃあ待っててください。はい。はい、まだまだ肉。おいでくん。火ついてない？大丈夫？熱い？確認しなよ。見えないから火ついてんの。あれ？ブル、やけどした？すると思うよ。今の早かったもん。ちゃんとさ、火消えてんの見ないとさ、ついてる時あっからね。肉肉になっちゃうよ、ベロが。どうや？タンに焼く。タン焼き。うまい。うん。好きだね。あっ、やろってくれよ、ほら。俺、ガチでタンになったと思います。なんか治り悪いからさ、一回怪我すると治りいいでしょ。悪い。お前マスク外せば。行儀悪い。ここ入れて。近くないのイボ。ちゃんと。おお、すごいすごい。いいんじゃないもん。先っちょ出てるとこ絶対熱いよ。ジュってな。ベロが？なる子って。もう大丈夫。おお、とろっとろ。一番美味しそう。やっぱマシュマロの弾力がなくなるとうまい。ふわふわなって。ただの砂糖じゃねえのこれ、うん。砂糖卵白？卵白かな。なんだろうね。食うわけじゃねえし。美味しそう。どう？どうで、チャミスルを行くと。なる？何その情けない飲み方。辛いペランチ。どう？美味しいよ。美味しい？うん。でいいわ、しゃぶしゃぶ。いつもと違う。何が？どう？いつもちょっと弾力あるよ。いつもの方がいい？いつもより熱いんだよ、うん、ちょっと厚め？熱い。しゃぶしゃぶ用じゃなかったか。でもうまい。おいしい。でそれ取りなよ。はい、うん、二刀流ね、焼肉としゃぶしゃぶの。うわビビるなって。ポテトでもビビる。